目黒園、海の始まり、最終は 9.5% 弥生は海からの伝言があると夏に告げ。スノーマン目黒園、27、が主演するフジテレビ系、海の始まり、月曜午後9時、の最終話が23日放送され、平均世帯視聴率が 9.5% 関東地区、だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率 5.4% だった。下向き黒三角最終はあらすじベッドではなく床に敷いた布団で目を覚ます月岡夏、目黒蓮。海、泉谷聖奈、のランドセルやぬいぐるみが視界に入るが、グミの姿はない、グミちゃんと呼びかけるが、返事はなく、部屋は静まり返っている。その頃、南雲かで目を覚ました海は、寝起きのまま今へやってきて、夏くん。と呼びかけるが、そこには茜、大竹忍と翔平、李十号がいるだけで、夏はいない。茜から、自分で帰らないって言ったんでしょと言われ返す言葉のない海。